ファイナルファンタジー7リメイク2020年スクウェアエニックス、どうもアライアンです。さあ今回はチャプター11列車墓場やっていきたいと思いますよ。ここはボスが2体いてるんだよな。まるで迷路だな。通称列車墓場、ジャンクパーツの宝庫。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ。明かりのついている場所を通っていこう。明かり明かり、あれだな。とにかく逃げられる敵は逃げながらどんどん進んでいきましょう。人、普段は誰、モンスターだけ。噂、列車墓場、夜の列車、はあ、お化け、子供騙し。早く抜けよう。とにかく明かりを伝ってどんどんまっすぐ行くだけですよね。終わらせる。ここは逃げらんないかな。刻む。ラピッドチェーンで終わらせる。オッケー。なんとかなった。来ましたね。クリプシェイ、行け、クライムハザード、終わらせるぜ。周りのやつ巻き込めてないかな。ティファが建物の向こう側で戦ってますね。はいよ、ラピッドチェーン。さっき子供の声聞こえたよね。子供がうろつく時間じゃない。じゃあどんどん車両置き場に向かって走っていきますよ。移動が長いよね、このチャプターも。なんか来たな。クリプシェイとウェアラットかな。こいつも倒しちゃって、いった行った。何すんのよ。終わりかな。場所ははしごの上かな。全然登れない。子供の幽霊がいましたね。行け、ラピッドチェーン、もう一発。あ、掴まれたわ。助けて。もう一体いてる。また新しく出てますね。クライムハザードであいつを終わらす。さようなら。あとはどこ。そこね。さようなら。またはしごの上かな。だいぶ近づいてきましたね、車両置き場。車両倉庫かな。到着か。ここが車両倉庫か。行ってみよう。え、でも大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。羨ましいシーンでしたね。さあ行こうか、振り払っていこう。まずは奥の方に向かうのかな。あ、そこにも。
あの子供の幽霊を追いかけていくのが一番初め。おっとゴースト来たね。物理攻撃全然効かんねえ。クライムハザードで全てをかける。切っていこう。これで終わるでしょう。はいよ、さようなら。無理やりだけどな。君はどこ行くんだっけ。車両の中を通っていくんでしたっけかね。完全に無視してたわ。まずはこいつ、このゴーストを見に行く。このイベントが終わったらこいつらを撃破ね。クリプシェイかな。てこいクライムハザード。とりあえずこれで1人は撃破ですよね。2人巻き込んでるかな。いい感じに巻き込んだな。いけラピッドチェーンいった。しびれてる。はいよ終わり。で出口の方に向かって出口が閉まる。どうしよう。てことで幽霊の声に導かれて列車の中ですかね。行くぞ。クレーンは上か。クレーンを使ってあの列車を降ろすのが次のミッション。電気が来てないんだったかな。ダメだな。これもいたずらかな。じゃあ向こうの制御室を目指しましょう。まずはこっち。ここなんか出たっけ。ドアが開かない。見つけた。出てきたゴースト。いけクライムハザード。これで削りきれ。むちゃくちゃだけどな。強引にオッケー終わりね。これでドアが開くようになったぞ。今度は向こう側。ここのドアから入るんだったかな。ここも誰かいたっけな。いるかな。見たい。どこどこ。そこか。いけ強引に削り取っていく。クライムハザードいいな、便利。じゃあ向こう側ね。どんどんゴリ押しで進んでいくぞ。この向こうが制御室だよな。こっちからは入れなかったはずだから一回経由して反対側に回り込もう。ここは逃げられるんじゃないかな。このままダッシュで逃げちゃいましょうか。逃げ切りましたね。さあ一旦 HP 回復して。この向こうがボス戦だよな。炎と属性を武器にティファとクラウドは両方つけといて、あとは HP、MP アップと回復系をつけときゃそれでなんとかなりますでしょうかね。エアリスも炎は必ず持って回復の範囲化を持っていきましょうか。これで十分だろう。さあ行くぞ。1人目のボス戦スタート。じゃあグローガイスト行ってソウフルボイスいきなり。よっしゃいけ。まずはここでクライムハザード一発。物理攻撃が効いてる間に一気に削っとけ。あいよ。ちょっと待ってな、ちょっと待って。結構やばいぐらい
結構やばいぐらいクラウドがダメージ食らってんぞ。ヒート中にやばい、捕まる。逃げてくかな。逃げろソウルボイス、痛い。霊体状態になったらファイラで攻撃かな。エールスも溜まってる、いけファイラ。痛い痛い痛い向こうにいて捕まったさあ一発ファイラをぶちかましてやろう。グローガイスト、うりゃ、もう一発。また消えちゃいましたね。一回エーレスはケアルラの全体回復、クラウド回復しとこう。下がっていろ。どこ行った？グローガイストはどこだ？どこに行ったんだ？あ、目の前にいたわ。危ない危ない。ラビットチェーン。よし、ヒート状態。今の間に、おっとまた。連携しよう。また霊体化してますかね。霊体化したらゴーストアームが来る。逃げてみ、あ、捕まった捕まっちゃいましたね。よし行くぜファイラ。それからクラウドも一発ファイラをぶちかましとけ。オッケーヒート叩け。またかな、また逃げちゃうかなすぐ逃げちゃいますねこいつ。第2段階怖いボスだよな。炎を出してくるパターンのやつね。また実体化してる。いてーいてー、地雷食らったちょっと待って、回復してティファ。いけ攻撃、痛い。あと机机来てる、机かわせ。攻撃が結構頻繁にやってきますね。また霊体化かな。どこ行くどこ行く、来た、行けファイラ。それからエアリスもファイラで攻撃。オッケーヒート来た。結構ヒート状態短いよね。ティファもケアルラで一回クラウドを回復。まだヒート状態が、いやまた消えるな、また消える気だぞ。今度はどこ、そっち。ソウルボイスやばい、かわして、よし攻撃。また火だわ炎やだ炎やだ。よし行け行け攻撃倒せ、痛いやばいやばい。一回クラウドは自分自身をケアルガで回復しとこう。攻撃、ソウルボイス来る、痛い止められちゃいましたね。また鬼か、かわせ。攻撃しにくいよね、アティファーがやられた、痛い。エアリス頼んだ、誰か蘇生持ってるはず。アティファーにレイズ回復。それからエアリスはケアルラで全体回復かな。どこ行ったどこ行った、そこ奥にいてる。落ち着いていけ。また霊体化してますよね。ちょっと待ってね、ちょっと待って待って。お任せあれ、決まった。来たグローガイスト来たぞ。ファイラ一発、それからクラウドも一発ファイラをいっとけ。協力してこ、下がっている。オッケーヒート状態、今の間に叩け。またまたまた実体化したまたどっか行くよね。次はどこ、ソウルボイスかわして、よし攻撃いくぞ。鬼火が来る危ない危ない、炎怖いわ、炎怖い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 行って、またティファーが死にそう。ティファ自分で回復できる、ケアルラで自分自身を回復。またソウルボイスが来る、
よし、距離取ってかわして、またおにぎだ。炎を避けろ、いって。また霊体化したよな。次はどこだ。そこの奥にいてる。行くぞ。クラウドがファイラー、それからエアリスも行け。ファイラー、もうちょい。オッケー、ヒート状態倒せるだろう。オッケー、ブローガイスト撃破。結構ダメージが厳しかったですね。一旦回復しましょうか。 MP はまだ半分以上残ってるから大丈夫でしょう。じゃあまずはベンチで HP 回復、そしたらクレーンのところまで戻って列車を下ろしましょうかね。ドアオープン。あとはまっすぐ戻るだけかな。クレーンオン。これでさっき通れなくされた列車を降ろしましたよね。よかった、通れるように。行ってみよう。じゃあまた1階に降りて電車の中から奥に向かうぞ。こっち、それから今度こっちの列車だよな。どんどん奥に進んでいく。ここの右側に出たら出口かな。やったね、さあ行こう。一回も戦闘してませんから HP は減ってないですからね。あとはもう一回ボス戦だよな。この奥にいてるエリゴルは弱点が霊気だから、属性につけていくのは霊気に変えて、それからエアリスがつけてる炎も霊気に変えときましょう。はい。でそれから回復マテリアが意味なくなっちゃう。リフレク使ってくるんですよね。だからチャクラとか祈りで回復するようにしましょうか。ゲージが溜まりやすいクラウドは祈りに変えて、ティファとエアリスはチャクラかな。こんな感じにしときますか。あとは風とか、確か空中飛んでる時に風が効くんだったよね。イカズチをやめてエアリスに風をつけときましょうかね。こんな感じで挑むか。よし、行くぜエリゴル。まだもうちょっと通常ステージがありましたよね。まずはレバー下げて通路をこっちに向けるんですよね。ここの敵はダッシュで逃げられるんじゃない。わっ、回ってる。向こう側に行けるかな。どこ敵倒した方が早そうね。はいよ、またね。次また来てる。またウェアラットかな。はいよ、ラピッドチェーン。ゴーストが来てるな。ゴーストにはクライムハザードで終わらせる。もう一体は当たってないか。奥に生きてるね。しゃーない、ティファで行くぜ。聖剣好き。はいよ、もう一発いけ。あともうちょい。爆裂剣倒しきれねえ。痛い痛い。よしと倒したか。オッケー。あれまだ倒してない。どこ。あ、また新しいの来てんですね。しゃーない、こればっかりは倒すしかない。いったー。ティファいけ。いた、後ろから来てんな。クリプテイ、さっきこいつ倒して、あともう1体。痛い。一回チャクラで回復する。二人とも回復しとけ。任せるね。クリプシェ硬いな。
ッケー、終わり。この調子で行くぞ。あとは道沿いに進んでいくだけかな。列車動かせないかな。動かせますよ。よし、新しくできた道を通っていきましょう。あとはこれの繰り返しだよな。タークスが飛んでいったね。ヘリコプター。列車抜けて向こう側に、この辺に動かせる列車があるんだったっけ。これか。さあ、また道を作るぞ。新しくできた道はどっちだっけ。こっちかな。またなんか出たな。ディーングローか。はしご登らないといけないからダメですね。クライムハザード当たるか。羽トカゲ当たったないい感じ。羽トカゲはこれで撃破。ディーングローにも当たってる。いいね。いけ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 。痛い痛い、ダメージ食らってる痛い痛い。一回クラウドは祈りで回復。その間にティファーが攻撃な。ナイス回復。全然回復しねえな OK、 ティファは自分を回復しといて。チャクラね。 OK、 終わり。進むぞ。どっち行くんだったかな。こっちかな。行き止まりでしたこっちか。どっか登るところがあるはず。このはしごですね。あとはもう一つ、この列車も動かして、これで新しい道ができたはずだよな。どっちだったっけかな。こっちかな。ここ登ったら向こう側がつながってるんですよね。よし、行くぜ。さっきはここ通れなかったですからね。で、ここのはしごを降りて OK、 ベンチまで来た。一旦体力回復。さあ来たぞ、エリオル。近いよ、急ごう。出たー、こいつら強そうだよな。いった、いきなりダメージ食らったわとりあえず開幕一発クライムハザードでダメージを与えとく。これでちょっと削れるでしょ。 OK、 ヒート状態。今のうちに叩け。こいつはどんな攻撃だったっけ。あ、そうか、なぎ払いいって、反撃。 OK、 ここにバーストスラッシュでいいのかな。車輪を攻撃しちゃダメなんだよな。正面か後ろから攻撃しろってことだよね。ガード、攻撃。 OK、 バースト来たぞ。いけ、まずはティファが聖剣好き。クラウドはインフィニットエンドぶちかまして、それからティファがもう一発聖剣好き。 OK、 第2段階へ行こう。ここでリフレクかな。ですよね、こっちもリフレクやってくるんですよね。こいつ空中いてるときどうやって攻撃するんだろうとにかく、あー、なんか降ってきたな。叩く叩く、サンダージャベリン来た。痛い。結構これかわすのやべえな一回エアリスはチャクラで回復しとこう。ティファーがやられそうなんだよな。祈りを早く使いたい。 OK、 レーザーはかわしたぞ。祈り、それからティファーがチャクラで自分を回復。 OKOK、 サンダージャベリンはここにいてかわしといて、これかわした後に攻撃するってことか。止まってる時しか当たんないな多分これ。
た来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 た、こっちか。来ないで。限界を超える。よし、かわしたかな。止まってる時しか攻撃多分できないよね。この間か。いった。弾かれた。またサンダージャベリン。こればっかりやってきますね。ほんと大変こいつ。めんどくせえな。よし、一回祈りで回復しとこう。よっしゃ。モノアイレーザーは影に隠れてかわして攻撃。ちょっとダメージ入ったよね。降りてくる。一回降りてきてほしいな。一回来てくれ。降りてきてくれ。降りてこないのか。来るのか来ないのか。来たね。降りてきた。レーザーやばい。かわせ。よし、攻撃入れてここで一発クライムハザードいけ。一気にヒート、オッケー、ヒートになってる。ダメージを入れとけ。よっしゃ、ここに一発バーストスラッシュをぶち込む。オッケー、バースト来たぞ。ティファはここにジャッジメントレイをぶち込んで、違う、エールスがジャッジメントレイをぶち込んで、ティファは聖剣好き、クラウドは攻撃。第2段階終了かなっていうわけでもないね。まだまだそうじゃなかった。一回祈りで回復を入れたいな。飛んでいっちゃいましたね。じゃあまた祈りを、これで回復。来たぞ第3段階。クラウド危ない。次は車輪をぶっ壊すんだったかな。なんかやってる。ゲヘナサイクロンなんかやってる。あっねー。オッケー、車輪ですね。行け、かかと落とし。オッケー、片方壊した。左車輪も行くぞ。かかと落としで左車輪行け。オッケー、バースト叩け。叩け、とにかく叩け。聖剣好き、行け行け、どんどん行け。もう一発聖剣好き。クラウド溜めて、ゲージ溜めて、インフィニットエンで行きたい。行ける。よっしゃ、行け。入るか。よっしゃ、倒した。エリゴル撃破ですね。今行くね。よし、これでチャプター11クリアでしょう。ボス2連戦なんとか突破しましたね。よし、行くぞ。着いた。さあ、てことで次はチャプター12ですね。次回はこの7番街スラムでのアバランチと神羅兵たちの戦いを見ていきたいと思います。ハードモードが難しくなってきましたね。この辺からなかなかクリアが難しそうですが、次回も頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。